はい、皆さん、こんにちは。マビル号外です。今日はですね、少しちょっと古いニュースなんですけども、これは3月9日月曜日ですね。での産経新聞なんですけども、先だっての参議院議員選挙で、自民党は消費税 10% であるというふうに、いわゆる私がよく言う経済成長否定政策で、戦ってきました。で、一方、野党の方は、いや、ダメなんだと。据え置き、もしくは減税しなきゃいけないなと。いうようなことで、戦ってきました。で、それでですね、結局、消費税増税になったんですけども、10% 増税になったんですけども、ここに来て、GDP がだだ下がりだと、その10%、にしたおかげで、GDP がだだ下がりだと分かった。というところで、プラス、新型コロナウイルスによる肺炎の大ショックが行われていると。もう一番もうすぐやっぱり株価ですよね。今日また、確かダウ平均が1000ドル以上マイナスになってるんですよね。なんで、今も今午前中ですけども、今も日経は下がってますね。下がってるというか、380円ぐらいですか。下がってますけども、マイナスですけども。そういうふうに、ダブルショックみたいな感じになって、日本経済揺さぶってます。でですね、それで野党はもうこの際、もう消費税減税したらどうかっていうふうなことを言ってるんですよね。ただ、安倍さんはですね、こういうふうに言ってます。これに対して、首相はすでに決定した事業規模約26兆円の経済対策を挙げ、着実に実行していくことで、新型コロナウイルス感染症が経済全体に与える影響に対応したいと言って、減税を拒んだと。景気対策1段、で2段。発表しましたけどもね。どこまでやるか、細かい数値っていうのはこれから詰めていくんでしょうけども。26兆円なんて言っても、これは数兆円じゃないですか、真水だと。なんで非常に少ないんですよ、真水。いわゆる GDP に影響を与える、その、政策ですね。政策。26兆円の割には少ないんで。だから実効性あるのかどうかっていうのをちょっとね、私はちょっと、ハテナだと思いますけどもね。で、とりあえずは、野党の方は、消費税減税したらどうかということを言ってます。で、国民、民主党の玉木さんは、それに、プラスして、10%、10兆円程度の、国債発行してもいいんじゃないかな、みたいなことが言ってますけどもね。ただ、野党って言っても、一つだけやっぱり、へそ曲げてるところがあるんですよ。立憲民主党というところが、この枝野さんなんですけども、こんなこと、本当に言ってるのかどうかわかんないですけどもね。ちょっと書いて、また読んでいきますけども、こうした野党各党の動きと距離を置くのが立民だ。枝野代表は自身が首相についた、首相に就任した場合、消費税をこれ以上上げないと明言したが、減税については態度を明確にしてないって言うんですね。でですね、非常時はみんな買い物をしないから減税しても効果がない。この局面で消費税減税に繰り返し言及するのは政治利用以外の何者でもないと。枝野氏は周囲にこう漏らし、玉木氏ら、多々の動きに神経を尖らしていると。まず本当にこういうこと言ったんですかね、枝野さん。まず本当に、もしこれ本当だったら、政治センス疑いますね。政治センス疑います。疑いますけども、ただ、立民は、おそらく国債発行嫌がるでしょう。嫌がるんで、嫌がるし、あと三党合意のことが頭にあるんじゃないですかね、三党合意のことが。ただね、合意なんて放棄するええ時の話ですよ。アメリカのトランプ大統領見てくださいよ。確かあれ、パリ条約、あれですよね、脱退するって言いましたよね。条約ですよ。条約をもうポイって捨てるんですよ。それに比べ3党合意なんてへえじゃないですか、こんなの。こんなのでいいです。3党合意なんて捨てるのなんてへえじゃないですか。だからそれに固執してるのかなっていうのがちょっと頭よぎりますけども、実際どうだか、確かに、それにこの発言も本当かどうかわかりませんけどね。で、その立民以外は、消費税減税したらいいんじゃないか。10兆円程度のその、国債発行してもいいんじゃないかというふうなことは言ってます。でですね、以前の動画で私、自民党の中からこういう声が聞こえないのは寂しいっていうふうなことを言いました。そしたらですね、今日、正確に言うと、昨日ですから、昨日のこの産経新聞のウェブ版で、
なんと、ですね、自民党の若手議員42人ですか、42人がですね、西村経済賛成、再生省に提言書を提出したんですね。この若手っていうのは確か以前もなんか提言書出しましたよね。うん、なんで、まあ、第何弾になるかわかんないですけど、まあ出しました。西村さんって言ったら、あれですね、私の動画でも言いましたけどもね、安倍能天気、政権だと。政権かなんか、そんなことを、言ったような動画を私、あげましたよね。能天気に、景気回復としてるわけじゃないと。と言ってる、と言ってる自民党のそのあなた方こそが能天気なんだよというような動画をあげました。で、まあその彼です。その彼に提言書提出したんですけどもね。でですね、この提言書なんですけども、2ページですね。2ページあるんですけども、ダウンロードしました。でですね、この1ページ目なんですけども、まあ、令和の、読んでいきますけども、令和の強行回避のための30兆円規模の補正予算編成に関する提言。30兆規模の補正予算編成。うん。でですね、まあ、ずーっと書いてあるんですけども、最後、ここの1ページの最後のところ読んでいきますね。ここに我々自民党有志は、下記の、政策を速やかに実行することにより、日本経済の失速にブレーキをかけ、経済路線に戻す大胆な政策を全力でかつ迅速に推進することを提言すると。本年1月3月、3月期の数値を確認してからの対策では遅い。と言わざるを得ない。大体これ、GDP 速報値は多分5月頃、5月の頭ですね。遅いですね。5月の頭から、5月に検討している余地は遅いですね。で、国民は今すぐ希望を持つことができる強いメッセージを求めているのであるというその通りです。で、この下記のその政策5つあるんですけどね。かいつまんで、言っていきたいと思います。ここにバーン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 って多分出ると思うんでね。まず、かいつまんでいきます。1番、30兆円規模の補正予算を編成する。それで財政には躊躇なく国債を発行してそれに当てること。30兆円規模ですか。今のところ、ここ数年、新規国債発行額っていうのが32兆円なんですね。それで、これにプラス30兆円なんで、62兆円、合計する62兆円、まあ出すよということです。ということで、まあ、私は理解してますけどね。62兆円って多分史上最高額ですよ。今までの最高が52兆円ですからね。2009年か10年ですね。ちょっと忘れちゃいますけど、リーマンショックの、リーマンショックに対する補正予算ですね。あの時はプラス確か15兆円ぐらい補正予算、14兆か15兆補正予算が組んだんですね。それで52兆円になりました。それを10兆円上回るんですね。30兆プラス32兆だから、62兆だから、それを10兆円上回る。これやったらいいですよね。これやったら、まあ、リカバリーできますね。リカバリーできます。で、2番目ですね。非雇用者、まあ、働いてる人です。労働者に対しては十分な休業保障をするとともに、それで事業者ですね。まあ、中小企業の、事業者に対しては失われた粗利を 100% 保障する政策を講ずることと。でですね、これ括弧書きがあって、特別融資だけでは不十分と。これ貸すことしか考えてませんよね。今までその第1弾、第2弾で見てきた、その経済政策のパッケージ見ると、なんか特別融資とか言って、なんか無利子とか、貸すことしか書いてないですね。どうだったら100年後に返すとか書けばいいじゃないですかね。特別なんだから。融資は100年後。まあ、死んでるからまあ返す必要ないってことですけどね、それ。ただまあ、融資というぐらいだから返さなきゃいけない。弱って、それでお金借りて、それで、だいぶ回復したなって言っても、不確実性が結構強いですよ。また、あれなのかもしれませんからね。またぶり返す可能性だってありますからね。それだったら、バーンって与えて、お金あげて、それで安心してもらうというふうなことをしなければいけないと私は思います。だからまあ、特別融資だけでは不十分そうですね。っていう感じです。で、3番目がですね、ここです。消費税は当分の間、軽減税率を 0%。だから軽減税率適用するんですよ。10%、8%、全部。0%。で、全品目軽減税率を適用するんですね。本当は消費税 0% になります。で、消費税法の停止でも勝って書いてるんですよ。廃止って言葉は一言も書いてないです。これやっぱり親分の安倍さんに配慮したんじゃないですか。
まあ、アベノミクス、やっぱり経済成長否定政策。この有志の人たちも 100%、全員思ってますね。アベノミクスは経済成長否定政策だって思ってますね。ただまあ、親分言ってるんだから、まあ、そこまで否定する必要ないだろう、というふうな、ことなんでしょう。で、この消費税の減税のタイミングとして、6月を目指すと。各種調整を速やかに行うことと。6月を目指す。だからさっきの5月のその GDP、1月から3月期のその GDP、そこを見てからじゃ遅いってことですね。1ヶ月なんてできないですからね、多分。で、4番目は、ありとあらゆることをする。ありとあらゆることをせよということです。4番目は。で、5番目は、国土強靭化などの、いや、国土強靭化や、ちょっと端折りますね。で、特定国依存型のインバウンドの見直しなど、内需主導型の経済成長を促す政策を検討することと。まさに私が言ってるような、ことですね。インバウンド、特定国依存。ぶっちゃけ中国、韓国しかないですよ。中国、韓国。特定国依存。そのインバウンドの見直し。てか、見直さなければ、そこに頼ってた観光地、潰れちゃいます。潰れちゃいます。もう中国もいつ、復活するかわからないし、それにもまず韓国ですよ。まだの別な政権取ったらあれですよ。また、半日のその期間があるんで、半日期間があるんで、その時またガラガラです。またそれを繰り返す。なので非常に危ない。だから非常に危ない。インバウンド、だからインバウンドによる経済効果を見込むのは非常に悪いっていうことは、もう何十回も私言ってきました。同じことですね。内需主導型の経済成長を促す。だから、国内での消費をアップさせる。まあ、日本人観光客を増やすということも、この、中の一つに入るんじゃないですか。検討することと。素晴らしい。これ、ただ素晴らしいとは言ってますけども、できるかどうか。できたらおそらく GDP4% なんて多分いくんじゃないですか。ぜひやってもらいたいですね。ただ、自民党の中でもこういうふうなことを考えてる人がいるんだなっていうふうなことが分かって私は嬉しいです。だからね、まあ、言わなきゃ、声を上げなきゃ変わらないんでね。なんでね、まあ、安倍さんが、まあ、もうパンデミック、WHO パンデミック宣言したんで、これでオリンピックどうなるかもう分かりません。安倍さんの最後の花道、オリンピックを、まあ、開催して、それで終わろうと思ってた。この計算が、おじゃんになってしまいますね。おじゃんになってしまう可能性があります。高いです。そうしたら安倍さんはもう泥にまみれて、日本国民のために、この日本という国を愛してるんだったら、日本国民のために頑張ってくださいよ。財務省と戦ってくださいよ。それで消費税 0% もぎ取って、アベノミクスを最後の最後に、本当にこれは経済成長政策だったんだっていうところを見せて、やめるというその花道が、私、そのオリンピックやってそれでやめるよりも、ずっとかっこいいと思いますけどね。ということで、まあ今日は非常にね、いいお話、いい提言があったんでね、まあちょっとご紹介したいと思って、まあちょっと長くなっちゃいましたけどもね、まあ私なりの、まあ気持ちを込めて解説していきました。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。